ソンムの戦い、ソンムの戦い、ソンムの戦いは第一次世界大戦における最大の海戦である。1916年7月1日から同11月19日まで、フランス北部ピカルディ地方を流れるソンム下半の戦線において、開された。連合国側のイギリス軍、フランス軍が同盟国側のドイツ軍に対する大攻勢として、開始し、 最終的に両軍合わせて100万人以上の損害を出したが、連合国軍はわずかな土地を獲得したにとどまり、ドイツ側は後退を最小に抑えた。対戦初期のマルヌの戦いなどに比して、武器の消費量や性能も飛躍的に向上し、軽機関銃も初登場した。また当時新兵器であった戦車が初めて投入された戦いでもある。 1914年7月に開始された第一次世界大戦において西部戦線はマルヌの戦い以降は降着し残豪戦となった。連合国側ではシャンティでの連合軍諸国会議1915年12月6日から12月8日において A フッツ軍で連携した共同作戦が提示され、ソンム一帯を予定構成地域に選定する。ソンム一帯を 予定戦意気とすることは、両軍の接点であるという理由で決められたものだが、同値がドイツ軍の強固な防御地点であることから反対意見もあった。また、攻勢は東部戦線におけるロシア、イタリア軍の攻勢と合わせて行われることとなり、その間の予備攻撃を主張するフランス軍参謀本部 GQG 総長ジョゼフ・ジョフルとイギリス海外派遣。 ビフ最高司令官のダグラス兵具、1915年12月就任との間で意見対立も生じた。1916年2月、ドイツ軍がベルダン要塞進攻を開始、ベルダンの戦い、ドイツ軍の消耗戦術でフランス軍が苦戦したため、ソングに投入する兵力は減少する。攻撃開始は6月29日に予定されていたが、 天候の影響で7月1日に延期された。連合国軍の主力は、ローリンソン将軍の A 第4軍である。当初、約25師団を予定していたが縮小され、19個師団を有していた。そのうち11個師団が第一戦を担当し、5個師団が直接の予備、わずか2個師団と、騎兵1個師団が総予備として配備された。南翼を担当するのは、 ファヨール将軍のフッツ第6軍で、ベルダン戦の影響で、当初の約40個師団から16個師団に減してた。7月1日の攻撃には5個師団のみが参加した。一方ドイツ軍側は、フリッツフォン・ベロー将軍のド第2軍で、ソンム・カホク法の初陣地に1個、軍団5個師団、南方に1個、軍団4個師団を有し、 後方に三個師団の予備隊を控え受けしていた。また、ドイツ軍防5陣地は以下の通りである。第1陣地は3から5線の残豪線からなり、第2陣地は2から3線よりなる。第2陣地は最前線より3から5キロメートルにあって、第3陣地はフレール付近に設置。また、第1陣地と第2陣地との中間には中間陣地があり、 砲兵の主力はこの中間陣地付近に、銃砲は第二陣地の後方にあった。当時ドイツ軍は第一陣地に重きを置いていて、第二、第三陣地はそれほど強固ではなかった。連合軍は周到な準備の下、六月五日より砲撃を開始して、ドイツ砲兵を圧倒した。と同時にまず第一陣地を破壊し、さらに第二陣地を砲撃したがこれは三十日に、 至るまで6日間続けられた。飛行機もまた砲兵に協力して、ドイツ軍陣地の後方を上乱した。7月1日早朝、英仏両軍の不評は、砲火と連携しつつ、攻撃前進に移った。しかし、ドイツ軍残護への事前攻撃の効果が少なかったこと、攻撃中の部隊との通信連絡が完全に、途絶したことに加え、ドイツ軍の防衛陣地が、 多重防御を備えた強固なものであったため、7月1日の攻撃は失敗に終わる。イギリス軍は戦死19,240人、戦勝57,470人他の損失を被った。これは戦闘1日の被害としては大戦中で最も多い。フランス軍は同日夕方までに独第一陣地の最前線を奪取した。 ドイツ軍の逆襲を撃退して、さらに攻撃を続け、5日までにペロンヌ、西側地区において第一陣地だけでなく、第二陣地の一部も占領するにいる。イギリス軍の正面では、ドイツ軍の激しい逆襲によって、あまり前進できず、ただ、フランス軍との隣接地区においてのみ、相当の進展を見た。ドイツ軍は、この間隔方面から増援を得て、逆襲を繰り返して、 交戦を試み、その兵力は2倍、16師団に増加した。連合軍は、その後攻撃を続行し、7月20日までに、仏軍は、正面約 12km、深さ2内市 8km の敵陣地を獲得し、英軍では、第一陣地地帯を突破した。7月下旬から9月中旬にわたる前、仏軍は、攻撃を続行し、ソンム下北岸の地区では攻撃進展。 一しく、イギリス軍は9月15日の攻撃で、第15軍に投入された MKI 戦車をフレール方面で初めて使用した。秘密兵器の初披露であった衝撃もあり、ドイツ軍の戦線攻略に効果があったが、49両、用意されていた戦車のうち稼働できたのは18両実戦に、参加できたのは両だけ、運用面でも不備があり、 機動性は発揮できなかった。戦車の投入には、イギリスの軍需大臣、ロイド・ジョージは、否定的であった。この間、ドイツ軍では8月下旬、エーリッヒ・ホン・ファルケンハインが、ベルダン攻撃失敗により、参謀総長の職を退き、パウル・フォン・ヒンデンブルクがこれに変わった。9月末に、ソム地方は、天候不良で地面が泥だらけとなって、作戦困難となったが、英仏連合軍は、 攻撃を続けた。10月末までには、ソンムカ北岸地方で一定の成果を見たが、7月以来3ヶ月にわたる攻撃で消耗を激しく、また、ドイツ軍も他方面の作戦に暴殺され、11月上旬には両軍退治の形となった。一連の戦闘で、イギリス軍49万8000人、フランス軍19万5000人、 ドイツ軍42万人という膨大な損害を出したが、いずれの側にも決定的な成果がなく、連合軍が1 1ルあ余り前進するにとどまった。ソンブの戦いを題材とした作品には1999年のアイルランド映画ザ・トレンチ、残豪がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。